おい。ああ。くだらん。あれ？さあな。実はね。おう。ああ。ん？たく。あ？ああ。おう。チョコレートだと？わざわざ送ってきたのか？余計な気を使いやがる。メッセージの通りだ。先ほど届いた。礼を言う。いや、まだ包みを開けていない。送り状で確認したのみだ。中身。気にならんわけではないが、今から練習だ。開けるのは後にしておこう。何を笑っている。もう切るぞ。ではな。また連絡する。確認だ。荷物はまだ届いていないのか？そうか。何って。先月の礼につまらんものを送っただけだ。まだ届いてもいないのにはしゃぐな。礼には礼で返す。それだけだ。練習に戻る。切るぞ。またそのうち連絡する。はあ。ああ？くっ。
そうやな。いや、おいおい、ああ、なんや、面白い。はあ、へえ、え？うん？まあ、いや、さようか。あ？おお、ごっついチョコ送ってきたな。気合い入れてくれとるやん。おがんどこ、おおきに。俺俺、ちょ、怪しいやつちゃうて、切らんで。すぐ電話したかったんけど、今まで練習やってん。チョコ大きに。この甘さ、疲れた体によう染みるわ。やっぱ愛情たっぷりやからやんな。はは、照れんでもええや。真面目な話、ほんまうまいでこれ。声も聞けてよかったわ。ほんなら、おやすみ。チャイ、返事待てんくて電話してもうたわ。あれ、まだ届いてへん。なんや、フライングしてもうたかな。ま、ええわ、もっかい電話する口実できたっちゅうことで。俺も愛情たっぷりのお返し送ったから期待しといてな。いや、ほんまに。ほんなら練習戻るわ。また電話する。お、マジかよ。いや、ああ、
ああ。まったく。おいおい。いや。待て待て。ふん。ああ。では。お、チョコを送ってくれたのか。今日はバレンタインデーだったな。ありがとう言ったらないぜ。ああ、時間取らせねえから、チョコの礼だけ言わせてくれ。忙しく？してるような、してねえような。ま、楽しくやってるぜ。ここにお前がいないのは残念だけど。いや、本気で言ってんだって。信用ねえな、俺。っていうか、バレンタインな。チョコ。わざわざ俺のためにサンキュー。嬉しかった。また近いうちに連絡するよ。じゃ、元気でな。悪い。電話待とうと思ったんだけど、なんか、そわそわしちまって。送ったの届いたか？ホワイトデー。ああ、まだか。やっぱ連絡待っとけばよかったかな。このまま届くのを待っていたいところだけど、そういうわけにもいかねえか。直接届けに行くっていうサプライズも考えたんだけどな。喜ぶとこ見たかったし。そういうのは、また改めてってことで。顔見れてよかった。じゃあな。お？おい。へえ。うん。ああ。
だよな。いや、ああ、おい、はい、ああ、たく、この荷物はチョコレート、バレンタインか。嬉しいことしやがって。お、チョコレートをわざわざ送ってくれてありがとうよ。メッセージでもよかったんだが、声が聞きたくなってよ。ハートのままに電話しちまった。え、今のキザだったか。思ったままを口にしただけなんだが。おい、笑ってんの聞こえてるぞ。ったく、からかうんじゃねえ。ああ、礼も言ったし切るからな。また電話する。おっと、あ、いや、思ってたより出るのが早いと思ってな。つうかよ、顔が見えると緊張するな。いや、今のは忘れてくれ。お前相手だと気が緩んじまうみてえだ。その様子だとまだ届いてねえか。バレンタインのお返しを送ったんだけどよ。届いたらメッセージでも送ってくれ。喜んでもらえるといいんだがな。うん？へ？いや。おいおい。そういうことかよ。え？まあ。本当。
おう。確かに。ん？うるせえ。いやいや。せや。いや。あらら。勘弁しろし。おいおい、チョコじゃねえか。何が届いたのかと思えば。大したサプライズだし。おう、まさかチョコを送ってくるとはな。予想してなかったし。話題にバレンタインのバの字も出やがらねえから期待しないようにしてたんだけどよ。ああ、驚いた。驚いた分喜びも倍増ってな。いや、喋りすぎてんな俺。柄にもなく浮かれちまってるし。ああ、つうわけでチョコをありがとうよ。また連絡するわ。おう、今いいか。ああ、やっぱ届いてなかったか。そろそろだと思うんだが。ホワイトデーのプレゼントな。まあ、他に何があんだって話だけどよ。そわそわ？別にしてねえし。あんままじまじと見てくんじゃねえ。どういう顔していいかわかんねえだろうが。たく勘弁しろし。ひとまず切るぜ。またな。おや？ええ。まったく。そうですね。もちろんです。ふん。あ？はあ。くっ。お気になさらず。そうかよ。え？
ふん。遠野くん。おっと、この包みはファンからではないですね。ある意味ファンと言ってもいいのかな。難しいところです。してしまいました。今、お時間大丈夫でしょうか。チョコレートをありがとう。わざわざ送っていただけるとは思いませんでした。ええ、たくさん届いてはいますが、ファンからの贈り物とは。どちらがどうといった話は、やめておきましょう。嬉しかった。今日はいいバレンタインデーになりそうだ。では、また連絡します。どうも、君島郁人です。お元気でしたか？バレンタインのお返しを送ったのですが、それだけでは味気ないと思いまして、電話してみました。社交辞令？さあ、どうでしょうね。お返しには気持ちを込めたつもりですよ。チョコレートが嬉しかったのは本当ですから。画面越しとはいえ、会えてよかったです。改めて、ハッピーホワイトデー。